我々私たちでなんで「売り」を言うのかこれが日本と韓国の文化の違い民族の性質が違うからなんですけど結構相手を立てる意味でもあります最後ロック版ですねあの「子供は3歳です」これはまあ使うかもしれないですね「子供は3歳です」でただこの子供っていうのが また面白いんですよね。この行動もっていうのが。ちょっと調べてみようかな。なんて出るのか。愛って出るんじゃないかと思うんですね。おりに。このおりにっていうのが、自分の子供っていう意味じゃなくて、腰が若いちびちゃんの話なんですよ。おりにっていうのが。小学生。えー、幼稚園。幼稚園小学生がおりにっていうイメージですね。なので、子供って言ったら自分の子供っていう意味とはまた違います。これは。 なので、子供は3歳ですっていうのは多分自分の子、自分の子がっていう意味だあと思うんですね、これは。この時は、これが一般的に使うかなと思いますね。あ、愛でもいいですよ。愛でもいいんですけど、私だったら普通に A を使う人が多いかなと思いますね。うりあいぬせさりみだ。うりえぬせさりみだ。う、ね、り、我々、私たち。で、なんでウりを言うのか。 これが日本と韓国の文化の違い、民族の性質が違うからなんですけど、まず家族の話をするときに自分の話、我々はっていう相手は違う。なので別の会社の人だと考えてください。家族の話をするときは。売りっていう言葉を使う理由は私たちの群れ、あなたたちも群れがあるでしょうっていう共通の状態、 っていうのを想定して使うものなんですよ。なので、相手にも結構、相手を立てる意味でもあります。我々はっていうのが勝手な言葉に聞こえるかもしれないんですけど、その我々、私たちはっていうのは、私含めてお母さん、お父さん、子供みたいな家族の話ですね。あ、あなた、相手も家族がいる前提で話をしてるんですよ。なので、その私たちはです。売り合いぬセサリンミダ。ねえ合いぬせサリンミって言ったら、ちょっと、 違う子供は自分のものもじゃないですよね例えば、まあ、主婦の場合はお父さんの子供自分の子供親から見たら孫いろんな意味,意味があるのでそういう時は「売り」っていうことを使います。あと国国私の国 日本人だと多分私の国って言うと思うんですけど、韓国は売りならって言います。売りなら。これはあの国自体が自分が属している家族みたいなもんで、自分のものでもなければ相手も属し、あの他の方も属してるし、あなたの国もありますよねっていう感じの所属を表す時によく売りって言います。なので別に、あなたと私の子供だよっていう意味じゃないんで、これは別に恥ずかしいことでもないです。自然。うん。 で、えー、今の説明で、まず、子供は3歳ですっていうのが、まあ、日本だとこのように言うんですが、韓国は自然に言うのが、まあ、うりあいぬんせさりみだ。うりあいぬん、うりえぬんせさりみさん、あいぬんせさりえよ。ね 、네、 え、ますはい、合ってます。いいですね。うりあたるん中学生えよとか、ああ、いいですね。バッチリです。うりあたるん中学生えよ。うりあたるん、ああ、明確ですね。うりあたるん中学生えよ。うり、まあ、私のね、うりっていうのが別に相手と結婚してるわけじゃないけど、 我々教教室ででは教えてくれないですね、はい、今の説明よかったら皆さんグッドボタン高評価よろしくお願いします、はい皆さん。皆さんのグッドボタンが私の力になります。もっといい勉強ができるように準備します。今チャットできない方後で、えー、質問開放しますのでその時に。 質問できるので、皆さん、今、ただ見てる、あの、ペンじゃない方もね、えー、準備をしてください。うりアドるん、中学生にえよ。で、私の息子は、息子、アドるんですね。幸いなことに、性別は二つしかないですね。息子か娘かなんですけど、娘は、ダル。どっちも同じく、リエル。あッチンがついてます。自分の子供を表すとき、すか、で、もう、これは、うん、運もう決まってますね。もう悩む必要がないですね。うん。うりアドるンうりたるん。発音ね、アドるン。 다른 발음 예, 합동 됐네. 일본인가 우리나라 에있다로 이상해? 야, 어색くないですよねあの慣れてたらそうやって言うのが正しいでまず우리 아들은 중학생이에요. 예, これは学生ですね小学生中学生高이에요 중학생, 우리 아들은 초등학생이에요. 우리 아들은 중학생이에요. 우리 아들은 고등학생이에요. 우리 아들은 대학생이에요. 우리 딸은 초등학생이에요. 우리 딸은 중학생이에요. 우리 딸은 고등학생이에요. 우리 딸은 대학생이에요.このように言いますね。兄弟親の紹介も同じですか？はい、そうです。もし、まあ客観的か。 冷たい話で、ジェアイヌンセサリミダ、ジョヒアイヌンセサリミダとか、自分をジ,ジェとか、ネ、ネはまずないです。ネはないけど、ジェとか自分を下げることはまず言えるんですよ。ジョイですね、ジョイ。これをジェって言うんですけど、ジェアイヌン。 まあ、短くして、JJ ですね。でもこれは、別に今覚える必要はないです。別に今、あの、謙譲語の時間ではないんですけど。で、兄と、兄弟と親ですね。ちょっと、行きましょうか。ウリニムンウニ私の、あの、親は銀行員です。うん、まあ、これでもいいです。これでもいいんですけど、親を言うときに、親の話は子供とまた違って、自分に、 自分の親じゃないですか。まあ、兄弟がいるかいないかわかんないですけど。なので、売りでもいいんですけど、これは、ここでは、ジェーの方をよく使います。ジェー、ジョヒ、ウリ。まあ、なんでもいいですよ、これは。ジェーブモニムン、ジェーっていうのは、ジョーイね、ジョーイ。私のっていうね、ジョーイ。ジェーブモニムンって結構いますよ。これ、あの、テキストにどのように出てるのかわかんないですけど、ジェーブモニムン、ジョーイブモニムンって言います。うん、ジョヒブモニムでもいいでね。ジョヒっていうのは、あの、私たちなんで、 私たちを下げた言葉ですね。うり。うりが上姫部門に結構言いますね。自分もまあ下げちゃうんですよね。自分の家族を言うときは。でも子供を言うときは、まあ上姫でもいいです。子供も上姫でもいい。イイだあ、でもうり、うりの方が可愛いのかなうり、うりの方が可愛い。うん、でも、親の場合は、うり部門にも、上姫部門にも、上部門こっちの方が多い気がします。うん。こっちの方が多い気がします。 子供は売り。売りやどるン、売りたるん。こっちが多い気がします。兄弟も、兄弟は完全に女比ですかね。も、ま、う、あ、親でもないし、子供でもないし、これは完全に女比だと思います。ただ、我々兄弟は留学をすることになったとか、まあ二人同士の話を本当にまあ我々っていう言い方をするときは、売りひょんまありを使う。 場合もあります。これはニュアンスはちょっと難しいんですけど、まずどっちも使えないことはないです。あるん、あるん、あるん。あるん、たるん。これを覚えましょう。これ今、発音通りに書いたら今、正しい言葉今出てる。これこ,こに見たら。あるん。 こうやって出てるよねで。先ほど言ったように、あの、日本人が私の国、ウリナラって言ったらおかしいですかこれいい,いい質問なんですけど、いや、おかしくないですよ。ウリナラって言うのが当たり前です。で、私の国、私の国だと考えたときに、私っていうのは、日本、韓国で言ったら上秘ならなんですよ。上秘なら。自分はヘリクテルプラス国ですね。 この言い方は失礼なので言わないです。韓国人が諸非ならっていう人は、ちゃんと教育されてない人です。周りにいるかもしれないですけど、そういう人は、ちょっと、恥ずかしい人です。韓国の人は、自分の国を下げる言い方はしません。なので、私の国っていうのはないです。私の国ぐらいでいいです。なので、売りならです。売りっていうのは別に自分を下げる意味ではないんです。本当にこう、逆感的に我々で意味なんで。 We です。We. 売りならは正しいんですけど、上品ならこれは使わないです。なので、日本人が言うときも上品ならって言う必要ないです。売りならでいいです。例えば、まあ、日本では高いよ。まあ、韓国で安かったっていうときに、まあ、日本では高いよっていうときに、売りならのピッサーよ。まあ、でもいいですよ、全然。売りなら。それが、え、あなたが日本人ってわかる場合に、まあ、売りなら。で、相手から自分が言うときは売りならですね。上品ならって言わなくていいです。 別に、韓国人の前で自分の国を下げる必要がないので、普通に売りならでいいです。ただ、親か兄弟とか言うときは、ま、自分下げちゃっていいので、まあ女卑、女費、税、言ってもよくて、子供の場合は、ま、どっちも使うけど、売りの場合が多いですね、子供は。うん。これはかなりいい質問でした。 意味だ言えようでもいいですか？あ、もちろんいいです。さっきあの説明した内容の一部ですかね。売りたるん、セサリーみたいにセサリーよ。あ全然いいですね。売りたるん、セサリーよ。売りアドゥルン、中学生に言えよう。売りたるん、子学生に言えで、全然いいですね。意味だは言えよう、ええように変えられますね。変換できます。アドルンと書いてもオッケーですか？いや、書くときはアドルンはダメです。私が書くときにあんまり気にしなくていいっていうのは、こう余白ですね。スペース。 それはあんまり気にしなくていいんですが、アドルンって言ったら、これは、ダ、うん、メです。まあ、わざわざそうやって使う人いるんですけど、例えば、まあ、おめでとう、まあ、誕生日おめでとうっていう時に、チュカハミダ、チュカハダ。これをわざわざチュカハミダ、チュカチュカチュカって言うんですよ。こ,うこのように、まあ、言うんですけど、これは特徴の単語だけであって、すべてがこのように発音をそのまま書,書いてもいいかって言ったらそうでもなくて、アドルンとかは特にね、 アデルプラス女子がついてるんじゃないですかこのようなものは大体、えー、発音通りに書いちゃったらいけないんですよ。